どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルのちょっと細かい話、パート2ということで、今回ね、第2弾になったわけなんですけども、こちらについてですね、話してね、いきたいなと思います。ということで、SPG Amex ね、最近発行された方、またね、これからね、マリオットボンボイホテル利用してみたいという方、またですね、プラチナステータス以上の方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それはね、早速内容入っていきたいなと思うんですけども、 AC ホテルバイマリオット東京銀座ホテル、こちらがですね、インスタグラムに公式なんですけども投稿しておりまして、1周年特別企画ということで、14階ロジェドールにて4日間限定でラウンジ開設っていうのをですね、発表したんですよね。こちら8月のね、26日から8月の29日、4日間限定でクラブラウンジがですね、開設されるっていった形になるんですよね。こちらね、公式のインスタグラムね、概要欄に載せておきますので、気になる方はですね、ぜひね、確認していただきたいなっていうふうに思うんですけども、もともとこの AC ホテルバイマリオット東京銀座っていうのは、クラブラウンジね、ないんですよね。ないんですけども、今回開業1周年の特別企画ということで、8月26日から29日、4日間限定でですね、ラウンジ開設されるっていった形になるんですよね。これ本当にね、面白いサービスだなっていうふうに思いますよね。すごいね、行ってみたいんですけども、サービス内容はですね、4日間限定でクラブラウンジで軽食、ソフトドリンク、あとねアルコールの提供っていった形になるんですけども、こちらね、東京の銀座っていう風になりますんで、今現時点はね、緊急事態宣言が出ておりますので、おそらくね、アルコールの提供はされないっていう風に思うわけなんですけども、クラブラウンジ、まあ軽食とね、ソフトドリンクのサービスはね、されるっていった形になりますんで、気になる方はですね、ぜひね、26日から29日の4日間限定っていう風になりますんで、ぜひね、こちらチェックしてみていただきたいなっていう風に思います。で、このね、1周年記念のこのラウンジ解説なんですけども、まあ、本来このマリオットボンボイホテルのエグゼキティブクラブラウンジっていうのは、マリオットボンボイのプラチナステータス以上の方であれば、まあ無料でね、利用することができるわけなんですけども、それ以外の場合はですね、基本的に有料ということで、まあお金を追加で払ってね、入室みたいな感じになるわけなんですけども、この企画はですね、宿泊者の方であれば、一般の会員の方でもお金払えばね、入ることができます。で、マリオットボンボイのね、ステータスはですね、ゴールドステータス以上であれば利用することができるっていった形になってるんですよね。いや、これね、太っ腹企画ですよね。まあ本来ね、プラチナステータス以上の方でないと、このラウンジっていうのはね、利用することができないんですけども、この1周年記念ということで、マリオットボンボイのね、ゴールドステータス以上の方であれば、無料でね、利用することができるっていった形になってるんですよね。ですので、もしね、最近 SPG Amex ね、発行された方、ゴールドステータスね、なってると思いますので、ラウンジね、利用したことなくて、利用してみたいっていう方はですね、ちょっと4日間限定にはなってしまうんですけども、行ってみるのもね、いいのではないのかなというふうに思うんですよね。私もね、すごい行ってみたいんですよね。ちょっとこの AC ホテル銀座自体もですね、私まだ宿泊しに行ったことがないので、まあ、今回ね、ちょっとこの機会でね、話を聞いて行こうって思ったんですけども、ちょっとね、緊急事態宣言中ということで、見合わせようかなっていうふうに思ってるんですけども、まあもしね、この動画のコメントで、このレビュー動画ね、見たいっていうコメントがね、多数いただきましたらですね、ちょっと撮影だけね、行こうかなっていうふうに思っておりますので、ちょっと見られたいっていう方はですね、ぜひね、コメントいただければなっていうふうに思います。いやー、ちょっとね、これは利用してみたいですよね。ほとんどラウンジがないホテルなのに、この1周年記念でラウンジがね、開設されるっていう風になりますからね。ちょっとね、どんな感じなのかっていうのはかなり気になりますよね。それでは次ですね、マリオットボンボイホテルでもね、ちょっとね、心配なニュースがね、入ってきたんですよね。で、こちらはですね、いつもね、参考にさせていただいている海外のね、ブロガーの方の記事なんですけども、マリオットボンボイホテルのね、プラチナステータス以上の方はですね、朝食特典っていうのがつきますよね。まあ、
ウェルカムギフトでついたりですね、ラウンジで利用できたりとか、まあ、ホテルカテゴリーとかによってね、まあ、提供のされ方はね違うわけなんですけども、サービスとしてですね利用することができますよね。で、このね特典についてなんですけども、一部ですね規約に追加部分がね先日されまして、こちらね規約ちょっとねチェックしてきたんですけども、実際ね記載がされておりましたので、こちらのね話をねしていきたいなと思います。ちょっとね読み上げちゃいますね。米国内の以下の施設ではラウンジが閉まっている場合、ホテルのレストランで無料のコンチネンタルブレックファーストを提供していませんが、朝食の代わりに1000ポイントを提供します。これらのプロパティは次の通りです、ということで、この後にですねホテル名がこんな感じでね記載があるって言った形になるんですけども、こちらはですね先日ね規約の方に追加がされておりまして、ラウンジがですね閉鎖されている場合で朝食特典がね提供できない場合ですね、こちらは朝食の代わりにですねマリオットボンボイホテルポイント1000ポイントを付与しますよっていう記載なんですよね。まあ、もちろんですねこちらはラウンジが閉鎖されている場合っていう風になりますんで、こちらはマリオットボンボイのねデスクの方にも確認したんですけども、ラウンジがね開いていて提供できる状態であればですねこの朝食サービスをね受けることができるんですけども、ラウンジが閉まっている場合で提供できない状態だとですね、まあ、他のレストランで朝食の振り替えをするっていうのではなくてですね、朝食の代わりにマリオットボンボイポイントを1000ポイントをね付与するっていう話なんですよね。で、対象ホテルねこれに今出てると思うんですけども、ニューヨークのねホテルが結構あるんですよね。まあそれ以外にもワシントン DC であったり、ロサンゼルス、シカゴっていった形で、まあ結構ねいろんなところで今回のこのね、規約が適用されているホテルがねちょこちょこあるっていった形になるんですよね。で、私が利用したことあるのはですね、ニューヨークの JW マリオットエセックスハウスニューヨークシティ、ここのホテルはですね朝食特典をクラブラウンジでね提供しておりました。まあこちらに関してはですねラウンジがやっていれば提供していただけるわけなんですけども、まあこの世の中の状況を見てですねラウンジ閉鎖してますってなった時にはですね朝食は利用できなくて、その代わりにマリオットボンボイポイント1000ポイントが付与されるっていった形になるんですよね。いやこれねかなり残念ですよね。ホテルのね朝食っていうのはまあ基本的にすごい高いじゃないですか。まあそれの代替としてマリオットポイント1000ポイントかっていうのがねちょっと残念ですよね。まあこれ以外にもですね、私ニューヨークのマリオットマーキスとかも利用したことあるんですけども、ここも朝食はラウンジで提供されているんですよね。ですんでここもねラウンジがやっていれば提供できるわけなんですけども、ラウンジがやってなかったらですね1000ポイントの振り替えで、まあそれ以外のね特に特典っていうのはね利用することができないっていった形になるんですよね。これはね先日ヒルトンホテルで2021年7月からですね年内12月31日までゴールドステータス以上のね朝食特典っていうのを今現在ね廃止してるわけなんですよね、ヒルトンは。ですんで今ねアメリカ国内のみにはなりますけども、アメリカのねヒルトンホテル泊まっても朝食特典ねゴールド以上でも受けることができないっていった形になってるんですけども、その流れがですねマリオットボンボイホテルにもね徐々に来ているんじゃないかなっていう感じなんですよね。実際にねホテルによってこのサービスっていうのはかなり異なるので、今回この掲載されているホテルが、まあ、全部が全部ねこうなってるかっていうのは実際に行ってみないとねわからない部分ではあるわけなんですけども、マリオットボンボイホテルデスクのね方が言う感じだと、まあ、わざわざねここまで記載されているのであれば、まあほぼねこういった感じで、まあ、ラウンジが閉まってる場合はね朝食特典は利用することができないのではないのかっていう回答だったんですよね。でですねマリオットボンボイホテルにはプラチナステータス、まあ、ステータスの特典ってありますよね。でこの特典に関してですね保証制度っていうのがマリオットボンボイにはねあるんですよね。まあ2020年に1回この世の中の状況で一回休止されてたんですよね。ですけども2021年の1月の頭ぐらいにねこのステータス特典の保証制度っていうのが復活したんですよね。まあ保証制度っていうのはまあラウンジとかこういった特典がありますよね、これが利用できないっていう時に、まあそれの代替サービスがホテルを用意する。でこれをまあ私たちがまあそれを利用しますよね。それで代替サービスがもらえたらねそれで OK なんですけども、この代替サービスがねもらえなかった時にまあ保証制度っていった形でまあお金がねもらえるっていうのがあるんですよね。で今回ねラウンジが
閉鎖されている場合、先ほどの決済後のこのホテルですね、ラウンジが閉鎖されていて朝食が利用できないってなった場合にですね、この保証制度でお金がもらえるかっていうと、この記載されているホテルに関してはこの保証制度ね、対象外になるっていう感じでデスク回答もいただいておりますので、ですので、まあ今回のね、この記載されているホテルに関してはこの保証制度も適用にならないし、もうラウンジが閉まってたらですね、代わりの1000ポイント付与で他のね代替サービスは利用することができないっていった形になるんですよね。今後ね、いつ海外旅行にね行けるか分かりませんけども、マリオットボンボイホテルね利用されている方、まあ外資系のホテルですね利用されている方はちょっとねこの流れが来ておりますので、この点はね覚えておいていただきたいなっていうふうに思うんですよね。先ほどね言った、まあ、今回のこの話もですね、海外のブログ側の方の記事を見て私知ったわけなんですけども、この方曰くですね、アメリカのマリオットボンボイホテルでこのラウンジがね閉鎖されている、まあ、レストランが閉鎖されている、で代替の朝食特典じゃなくてポイントを付与するっていう対応が実際にねあるそうなんですよね。まあちょっとこれはね細かくわからないわけなんですけども、まあこういったこともねあるっていった形になりますんで、まあ、今後ね海外旅行に行く際はですね、確実にね確認していただきたいなっていうふうに思うんですよね。でマリオットボンボイに関してはマリオットデスクがありますよね。 SPG アメックス保有されている方は裏にね電話番号があると思うんですけども、こちらのデスクにね電話していただくとですね、現地のホテルに連絡ね取っていただけますので、でホテルからね回答がもらえる、まあメールになるわけなんですけども、回答をもらえるっていう風になりますんで、もしね今後海外旅行でそのサービスですね、ラウンジが利用できるのか朝食が利用できるのかっていった細かいところですね、こちら確認されたい場合はですね、ぜひね事前にね確認していただいて旅行ね行かれていただきたいなっていうふうに思うんですよね。ラウンジもね朝食もね利用できると思って行ったらですね、現地行ってから利用できないみたいな感じになってしまうとかなりね残念な気持ちになると思いますので、こちらね確実にチェックしてからですね利用していただきたいなっていうふうに思うんですよね。ということで今回ですね、マリオットボンボイホテルのちょっと細かい話第2弾ということで話ねさせていただいたわけなんですけども、この AC ホテル by マリオット東京銀座のねこの企画はねかなり面白いかなっていうふうに思いますので、まあ今ね緊急事態宣言中ということで行きづらいね部分もあるのかなっていうふうに思うんですけども、興味のある方はですねぜひねチェックしてみていただきたいなっていうふうに思います。でこのマリオットのね今回の規約の追加部分ですね、これはね本当にね今後どうなっていくか全然わかりませんし、まあ、私もね今後ニューヨークでマリオットボンボイホテルとかヒルトンホテルとかね利用していきたいなっていうふうに思ってるんですけども、これからねどんどんラウンジとかね朝食特典っていうのはね削られていってしまうんですかね。まあニューヨークでねあのラウンジが利用できるっていうのは本当にねニューヨークって物価が高いんで、またねニューヨークのねシェラトンホテルとかラウンジ24時間やってたりしてたんですよね。すごいじゃないですか。いつでもジュースとかコーヒーとかね、まあフルーツとスナックぐらいしかね他にはないんですけども、まあそれでもねニューヨークみたいなね物価の高い街で、まあ、24時間ねあの飲み物が飲めるとかフルーツがもらえるとかね、やっぱり利用しやすいですよね。まあ、そういうのがねどんどんなくなっていくのかなっていうふうに思うとですね、ちょっと悲しいですよね。まあいずれにしてもですね、こういう情報ねまた入りましたらですね、私のチャンネルで発信していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひねこれからもチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。